お、というわけでね、今回はね、安富牧場さんにやってきました。まあなんかアイスクリーム、まあジェラートですね、美味しいということで有名な牧場なんですけども、牛がいるところを見ることができる、まあ、牛舎ですね。ということで、まあ、以前もねご紹介したんですけども、また再びねちょっと今日は行ってみようかなということでフラッと寄ってきました。でこの目の前が牛舎で、でこの横が、まあなんかそういうお土産物ジェラートとか売ってあるとこなんで、大体みんな皆さんこっち側でねゆっくりされるというような場所です。ちょっと行ってみましょう。でここ、あ、ここで一筆書いてた1月30日。でやってきました。ちょっと入っていきましょう。でかいな。まあ、ここ本当にあの牛さんとねかなり間近に触れ合える場所で、なんか若い子とかね年配の方まで、あの年齢さまざまな方が訪れています。その横でおしっこしてます。おしっこしておどどどどど、はここにいるの、スタインの赤ちゃんです。120キロの体重で生まれてくるよということです。
ちなみにね、この今レンガみたいなちょっと舐めてるんですけど、これはあの塩が入ったなんかあのなんていうんですかね、石というかあれなんですけども、牛さんにはやっぱりあのミネラルとかあの塩分がね必要なので、こうやって舐めてます。ここでね時間を取ってしまいました、次に行ってみましょう。まだ生まれたばかりかな。生まれたばかりですね。大きいな。さっきの、ね、牛よりだいぶでかいです。お腹に赤ちゃんでもいるのかなっていうような感じ なんかな。すごいあのお腹がどれもね大きいですね。なんかすごいなんか しんどそうな感じです。はい、じゃあ次のね、牛舎に行きましょう。こっちは搾乳でもしてんのかな。でかいですね。本当にさっきこれが本当のサイズなんですね。で、ここが乳搾りをする場所です。搾乳するね機械があります。で、次はね放牧してるとこだと思うんですけど、まあ、この時期どうなのかな。まあ、冬の間は多分放牧っていうのは、まあ、県北だったらあの霜巻きっていうね、放牧するしてる牛を、下の牛舎の方に戻すっていう作業を雪が降る前にやるんですけども、これがあの結構ねちょっと前ぐらいに話題になったというか、牛さんのね痒いところをなんか書いてくれるマシンです。これでまたこの牛さんのストレスが軽減されるということでなんかやってるそうですけどね。非常にあのシンプルな感じなんですけども、なんか本当にいいお乳を出してくれる一つの要因となっているみたいです。あれは何だろう、ちょっと今機械があるんですけども、これは何なんですかね。搾乳の機械ですかね。なんか匂いとかどうなんだといろいろ思ったり考えたりする人はいると思うんですけども、
っぱり 牛さんが、ね、食べてるものは草なので、ね、動物というかあの肉食動物とか、まあ、普通の人間とかね、まあ、トラとかライオンとかあの動物園でね、で嗅ぐような匂いというのは全くないですね。もう普通にあの別に鼻をつくような匂いもないですし、普通にねもう若い、大学生ぐらいの女の子とかも普通にあの見学に来たりするぐらい、全然匂いもしないような環境になっております。でこちらがあの牛さんの餌ですね。こんな感じになってます。まあここはこんな感じでございます。まあザ牛舎といったようなね場所です。じゃあ続いてあのジェラートのコーナーに行ってみようかなと思います。はい、というわけでねここがあのジェラートを売ってる、場所になります。真面目なアイスって書いてます。でこのジェラートねいろんなあれありますね。ソフトクリームとか、ソフテリアっていうのもあります。でジェラート S とか W とかね、その本日のジェラートメニューっていうのも、存在します。まあこんな感じですね。ぜひあの食べていただきたいなと思います。で今日はねちょっと中撮影はしないんですけども、まあ感じ的にはね結構ねやっぱり牛さんがミネラルと塩分の入ったあの石をね食べていたんでちょっとねあの塩分を感じるというか程よいなんか甘さとなんかしょっぱさみたいなのが残って濃厚より濃厚に感じる、ソフトクリームかなと思います。はい、まあ、こういう感じのとこにありますんでぜひあの興味ある方は、まあ、以前もねあのこのジェラートを食べたとかソフトクリームを注文した動画もありますんで合わせて、見てください。今日はもう本当にあの牛舎中心です。で、まあ、こうやってねゆっくり食べるスポットもあります。この目の前が足盛のね町が見える、場所になるんですけども、まあ、こんな感じで、ございます。でこのジェラートが販売している敷地内にはこういうちょっとしたなんか動物園的な触れ合いコーナーみたいなのもね、存在します。はい、というわけでねご視聴ありがとうございました。今日はね本当にあの牛舎中心にご紹介しました。別にあの入場料金がかかるっていうわけじゃなくてっていう、まあこのジェラートをね買うついでにぜひ皆さん行ってみてください。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら、編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。